つばめたくつばめ沢碑、つばめ沢の碑は、宮城県仙台市宮城の区つばめ沢の全能寺境内に立つ石碑である。仙台市内に参見される猛古碑、猛古の碑と呼ばれる古碑の位置で、元からの帰家像である、無学祖元が、鎌倉時代後期、13世紀紅葉の文永公安領土の現行における、元軍戦没者の追善のために建てたものと、推測されている。 江戸時代に一時渦漏れたが、発掘された後に、大乗明天、北家郷一時一石の塔を、記念碑として利用された。公約1.6メートル最大金、約0.9メートルの石碑で、表面の碑額に、園内に大吉城大民菩薩の主事を刻し、その下に枠を設けて四本の刑を引き、右四行に各行七文字当て二十八文字を刻む。また行には、 公安第五天元、厚市中秋初日、悲願終わりの年があり、元は、実感の、水の絵、厚市は十二子の、馬のそれぞれ衣装。公安五年、千二百八十二年の絵とが、神語にあたる。また、清としと製作者と様式人名を刻む。本文十八時は生姜の多い遺体で判読は、難しいが、弔い暴根と認められる箇所があることからいたびと、見れている。 本碑は文中に、弔い傍婚と認められる文言があることから、追善が目的であったこと。また、公安第五天雲仁の記念名から、憲碑は、公安五年八月のことであったと考えられ、江戸時代中期の塩釜神社の士官、藤塚智明、塩亭、原文2年、1737年完成11年、1799年によれば、 ガッシュゲコトと,という書生が無学祖元による憲否であると解いているので、祖元が公安四年の公安の役における、元軍戦没者の追善のために憲否を発願し、役の一周期にあたる翌年八月二十日の悲願日に建てたものであり、役直後という事情を鑑みて、壁縁の地を牧した上でなおか、個体や微合体の文字を用いて難解な文面にしたもので、あろうと推測している。また、 清都市金海について、長久保石水は、祖元が憲肥を、遠福寺、松島随岩寺の前身の海山である発信託師、発信の弟子である清都市がことに当たったものであろうと、解いている。元、金在小田原村の安陽寺境内に建てられ、慶長十三年、1六百八年に同時が、消失した際に埋められたが、その後農夫によって発掘されたと伝えられており、天明6年、 1786年5月に、つばめ、沢村を訪れた、立花の南京によって、公安の碑文が刻まれた、大乗明天一時一石の塔が、村内の小さな観音堂にあると報告され、また、完成8年、1796年4月に、訪れたりつなという灰もその気候に、つばめ沢観音衝堂の防避雨、氷波大乗明天一時一石供養塔。 裏二文ありと記してあるので、当時は、燕沢村の観音衝道に建てられていたことがわかり、大畑しぶによれば、その観音衝道は、牧島観音堂と呼ばれていたという。移された経緯については、享保八年、1723年に、善老寺二世十字天伝が、背面に別の碑文を刻ませて、大乗妙天一時一石の塔と手祭った結果で、あるといい、その文字が、 公安の秘文であったろうと推測される。なお、南京によれば天霊は、石文が良い石であることに目をつけたために利用したものという。その後官音堂は廃され、廃道後はそのまま、道後に立っていたが、戦前に、日本政府によって後続共和の理念を示すものとして、利用され、昭和16年、1941年に、蒙古連合人政府主席特王の来訪を置き、 全老寺境内に移されるとともに、当は新地通発用の印とされた。なお、移転に際しては、石踏みの周辺から一時石が発掘されている。昭和62年に、東京歴史研究会の三原邦夫の記した、猛虎の石踏みを読むという論文を参考すると、碑文の解読に初めて取り組んだのは、江戸時代中期、18世紀後期に活躍した、細井光沢であった。 細いの訳は、以下の通り。それ人へツナをよし並びに、同社植木愛まとうてここに収む。狂アオ土地を測って手うして根を、とどむ原派先に、死死坊派の地に移す。他に、文政五年頃には、志村五条も訳を試みている。訳は、以下の通り。それをもん見れば一直なればよろしく道に従うべし。 ヘッセイなればますます教えを起こすここに丘お顔かり心を、霧暴魂の弔いをいたす禅師に、はじめ幸院につかしむ。つばめ沢比が有名となるきっかけを作った、藤塚智明は、つばめ沢比長不交称を表して、解読を試みている。智明によれば、名文の四行二十八文字は、右のごとくに解読でき、文中の、狩球段度は、土地を鳴らして建てるのいいで、 元前質疑語院は、文英の訳と公安の訳の前後二回にわたる、現行の戦没者を指すもので、後開始。なお、おすぶちが、先人の説として述べる尺文は、以下のごとくである。一方、三原は、碑文の作者を、中国像と見て、きちんと音読した上で訳することを唱えている。それによれば、夫もんの次回を、十道イコールフイ、エ直義十る。 生ますます、休つ綴り、運がイコール、不正気急流運営。おかずんど弔い棒魂インンウウい、イコール法尊心気、手うぼ根、元ん。も善し保護意義、地イコール厳善し、方向因子、となり、さらに漢語の古辞の意から訳せば、武役とともに平穏な地に至りて、ふっつの道に従うふっつの道の者ははだけしく、強気に大がり、国交は、 混然となっていることを戒しめる。北の地の廃墟跡において、頭髪を立ちて、暴魂を弔う。元より先に死しておられる亡骸の上に、さらに死者が重なっていったことを知ったがために。となるという。三原は、岩手の黒い寺に至った、無学祖元門との留学像の仏校が知る下下を、掘ったのが、この石踏みではないかと推測している。一方で碑文を気作とする説もあった。 これは、仙台法内面積史、佐藤新陽著、官方元年、1741年末にも、京法年間成立の大宇関関門老史にも記述がないことから、一時一、石塔の背面に、後年の光塚が戯れに難事を濃くして、世間を驚かそうとしたのであり、しかもその偽作者は、石巻市の前生寺にある霊蛇ビ太道興奮の、石踏みを偽作したという光塚である。 藤塚智明で老王というものである。少なくとも、教法年間にはすでに碑文は存在していたことになり、また、田中義成によれば、天霊の刻む一時一石の碑文にある、教法八年の命には、慶安、1648年から1652年と刻まれていたものをすり消した形跡があり、碑面の様子からも、碑文を有する慶安寺の石文の背面に、 公安の碑文を刻んだ疑いがあるという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。